はいどうも、あっちゃんです。今日も楽しく投資&暗号資産に関連する情報を配信していきます。で、今日はですね、こちらですね、ハイパーインフレ。今ですね、まあいろいろな方がハイパーインフレは起きるというようなテーマでお話ししていると思うんですけども、まあ私、逆張り男としては、まあハイパーインフレはまあ起きないというところでお伝えしていきたいと思います。私、あっちゃんの秘密の部屋で動画配信しております。2025年に向けて資産を守っていこうをテーマに動画配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、まずですね、まあハイパーインフレですね。まあハイパーインフレ、そもそも定義はあるかと思うんですけども、まあちょっとね、ここでは、まあ語らずに、ちょっと大げさに言うと、まあ、例えばね、1兆円の資産がね、まあ、1円になるというところだとしましょうと。まあ、ハイパーインフラですね、まあ、お金の価値がどんどん下がってね、まあ、インフレになって、まあ、物価上昇、まあ、そしてインフレ率が例えばね、50% を超えるもの、まあ、そのあたりをね、ハイパーインフラと表現している人が多いようですと。で、まあ、大体 50% のね、こう、インフレが続くと、まあ、物価が130倍になってね、1000万円のね、資産がこう、1年後にね、10万円を切るというようなことですね、まあ、実質破産となってしまうというところをよくね、ハイパーインフレと言われますけども、まあ、そもそもね、まあ、起こらないでしょうと。感覚はまずね、皆さんお持ちいただけるんじゃないかなと思いますと。で、例えばね、現金が1円になっちゃうからね、何々トーク、何々通貨買いましょうとか、まあそうならないためにも資産を増やすスキルをつけましょうとかね、まあいろいろ勧誘とかってね、そっちに流れちゃうね、情報弱者の人もね、もしかしたらいるかもしれないですけども、まあそもそもね、ならないでしょうというところは感覚的にお持ち持った方がね、いいかなとちょっと思ってます。まあハイパーインフレの起きにくいというようなね、テーマがまあいろいろあると思うんですけども、まあ、まずね、一つ目、こうハイパーインフレの時って、まあ戦後だとですね、まあ生産設備とかね、ぶっ壊れてしまいましたよねと、まあ過去のね歴史とか見てもらうとわかるんですけども、まあ例えば1918年とかから1923年、まあこのあたりね、戦争が起きてた、例えばドイツだと第一次世界大戦とかね、まあそのあたり起きてまして、ハイパーインフレ起きたとは思うんですけども、まあそもそも今現状ね、戦後ではないでしょうと、戦争起きてないですよねというところですね。で、まあコロナで今起きている中では、例えばマスクがね、物価上昇したりとか、まあいろいろと物が物価上昇してたりしますけども、これって本当に一時的なところで、まあ転売屋とかね、価格釣り上げたりしてるものありますけども、今ね、現状、マスクなんでね、普通に買えるようになってきましたし、逆に売れ残ってると、私の近所もね、まあ、中国系の中華料理屋の店の前でね、マスクとかね、普通に売ってますけども、この暑い中で、全く売れ残ってるといったような状況ですよね。で、まあ結果的には、まあこういったね、昔のように戦後ではないし、まあコロナのこのね、今の状況が例えば、ウイルス戦争、米中ウイルス戦争だとするような陰謀論者のね、事実が正しいとするなれども、やはりですね、この生産設備が壊れるといったところの状況まだね、陥ってないですよね。なんで、昔のようなハイパーインフレっていうのは、やっぱね、起きにくいのかなというところがまず一つあります。で、あとね、この起きにくいというテーマは、まあ、日本を前提とすると、まあ、そもそもね、日本って借金大国というふうに言われていますけども、まあ、それって国内で、まあね、1000兆円なんて、日本の借金で、ね、1000兆円なんていうふうに言われてますけども、まあ、よくね、インフレとこう、かぶせて議論するテーマではあるんですけども、まあ、実質ところね、国内でのね、資産、日本って国のこう資産がありますよねと、まあ、借金が1000兆円もあるようなね、表現をしてますけども、まあ、実際そこからですね、国の資産ですね、まあ、このあたりを差し引くと、大体こう500兆円以内に収まるというところで、まあ、これって結局、大した世界的には大した規模ではないというところがね、言えると思います。なんで、意外とこう、借金大国と言われる日本、そしてこれをインフレと紐付けられる人がね、よくいるんですけども、まあ、これもね、ちょっとね、微妙かなというところでございます。で、続いて、超低金利ですね。超低金利。まあ、日本もですね、今、まあ、不動産とか見てもですね、まあ、かなり金利を抑えているところではあるんですけども、まあ、日本、いい波のアメリカもですね、今、マイナス金利を進めようとトランプさんしてますよね。で、このあたりが FRB の議長のパウエルさんと結構意見が合ってないんですけども、まあ、いずれにしても超低金利の施策をですね、何かしら実行する可能性が、まあ、アメリカでありますねと、まあ、こういったね、こう経済の施策ってなかなか答えが出ないマネーゲームなので、まあ、この超低金利になったらこうインフレが続くのかっていうね、こともありますけども、大体このインフレになっていく、インフレに絡めるとこう金利が上がってきますよね。なんだけど今実際に金利上がってますかと、超低金利ですよねというところもこうハイパーインフレになるのをこう疑問視する一つのね、ネタになってくるかなと思います。今現状もね、超低金利と、そしてアメリカもね、マイナス金利になってくるので、まあ、このあたりが一つね、日本においても材料の一つになってくるのかなと思います。まあ、日本がマイナス金利にするかというのもね、ちょっと微妙ですよね。例えば、なんかマンション買ったらね、お金が返ってくるみたいなね、そんな状態だとは思うんですけども、まあ、なかなかそれってどうなのっていうところはあるかなと思います。で、まあ、ちょっとね、不動産の話少し出ましたけども、例えばね、ハイパーインフレを受けるとね、マンションのローンがもう劇的に減るっていうところですよね。もう皆さん、マンションとかね、自分の購入してる人もいるかもしれないですけども、このローンがですね、まあ、消えてなくなるというところが一つのハイパーインフレだと思うんですけども、まあ、こんなのね、起きると思いますかって、今ね、現状、起きないでしょっていうのをね、ちょっとね、思ってしまいます。まあ、私もですね、まあ、少しね、不動産持っていたりするので、まあ、このあたりがですね、ハイパーインフレ起きてくれると、まあ、当然ね、今の法定通貨をうまくね、逃がしておかなきゃいけないんですけども、ハイパーインフレが起きるんだったら、したらね、ローンがね、結構減ってくれるので、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですよね。なんだけど、まあ、これもね、ちょっとなかなか厳しいのかなと思います。で、続いて、この債権国というテーマですね。まあ、日本は債務国じゃなくて、アルゼンチンみたいな債務国じゃなくて、まあ、債権国ですよね。まあ、他国から、まあ、貿易含めて受け取る金額が多いということで、まあ、債権国がね、ハイパーインフレになってるって事例が、まあ、非常にね、生産設備も崩壊されてない戦後でもない中で、まあ、かなりね、起こるのが難しいかなと思いますよね。日本ね。日本はあくまで、まあ、債権国ですというところですね。で、アルゼンチンはもうデフォルトとかね、起きてますけども、これも実もね、実はね、債務国であるアルゼンチン、まあ、他にもありますけども、これって実は何度も起きてますよね、デフォルト。でも、そこって、まあ、債務、対外的な債務は、まあ、リセットしてもらってる。で、それで継続してるというところが、まあ、ありますと。はい。なんで、まあ、アルゼンチンのような部分ではね、起きる可能性もあるかもしれないですけども、日本、債権国である以上、こうね、ハイパーインフレ、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。これもね、一つの材料、内容になるかなと思いますね。で、まあ、続いて、よくね、みんなが気になるこの預金封鎖。預金封鎖も、まあ、今の現状から起きにくいかなと思いますよね。で、預金封鎖は、まあ、起きにくいというか、まあ、預金
金封鎖って、まあ、そもそもこの法改正しないとできませんと。で、まあ、法改正したら預金封鎖をね、してくる可能性もあるんですけども、まあ、そこは来年あたりですね、法改正、まあ、政治ともね、関連してきますね。まあ、このあたりは、メディア含めて、情報をウォッチしておく必要があるかなと思うんですけども、今のところね、法改正する予定もないので、まあ、ほぼ起きないのかなと。で、まあ、ただですね、この国政、資産の状況、まあ、富裕層を中心に資産の状況を把握しておかないとですね、いけないと思うし、結局この預金封鎖を起こしても、この資産の状況をね、ウォッチしておかないと、あまりやってもね、メリットがないと思うので、まあ、そのあたりですね、まあ、マイナンバーとか導入されて、あのあたりから、どう、こう、資産を富裕層から取っていくのか、まあ、取っていくとね、結局、日本を捨てていく人たちも多くなってしまうと思うので、なかなかこのバランスが難しいかなと思うんですけども、まあ、マイナンバーをして、富裕層の資産の状況を把握して、で、法改正して、まあ、預金封鎖に持っていくと、そういった流れがね、まあ、選択肢としてもしかしたらあるのかもしれないですけども、まあ、いずれにしても、この憲法改正をしない限り、この預金封鎖というのは起きないので、直近はね、2024年新紙幣変更、2025年日本の崖、まあ、このあたりのキーワードをベースに、まあ、状況をウォッチしていくしかないかなと思いますと。まあ、なんでですね、まあ、長期的に見て、もしかしたら、この流れがあるのかもしれないので、今のね、法定通貨をね、ビットコインに変えたり、金に変えたりっていう人たちが、まあ、株とかも含めているんですけども、さあ、どうなるでしょうかということで、まあ、私はですね、とりあえず、今この時点としては、ビットコイン、金、まあ、このあたりをね、ベースに、ちょっとね、少しずつですけど、ウォッチしながら移動し始めようかなというようなところではあったりしますと。で、まあ、預金封鎖以外にも、この財産税ってやつですね、こう、今、金融緩和大量にして紙幣を刷っていて、アメリカ FRB も含めてですね、資産ジャブジャブな状態ではあるんですけども、まあ、それをこう、結局ね、付けが国民に回ってくる可能性も当然あってですね、まあ、税収をまた上げたりするとかですね、出てくるかもしれないですけども、この財産税の適用ということをすると、まあ、インフレを抑えることができる。富裕層に向けてお金をね、税として取っていくということがですね、まあ、過去も発動するという流れもあると思うので、まあ、このあたりがですね、今後どうなっていくかと、どういう形で税を取っていくかというところがね、まあ、ポイントになってくるかなと思いますと。なんで、まあ、富裕層の人たちはね、このあたりを気にして、もうすでにね、他国に資産を分散している活動をね、もしかしたらしてるかもしれないですけども、財産税というテーマも非常に重要かなと思います。まあ、預金封鎖以前にですね。はい。なんで、どうなんでしょうか。まあ、このあたり、まあ、一般ピープルの、まあ、我々、まあ、所得、どのぐらいでしょうね。年収1億円とかね、そういった人たちぐらいが、まあ、気にする必要があるのかなと思いながらも、やはりね、私、サラリーマンの端くれのあっちゃんとしてはですね、まあ、ここまではあまり気にしていないというところではあるかなと思います。はい。まあ、まずは稼いだら気にしようかなというところで、まあ、ただね、こういったところも関係していくようですと。まあ、なんで、預金封鎖以前に、まあ、財産税発動といったところ、この2つのテーマが、まあ、ウォッチしとけば、まだ今は全然いいかなと思いますと。はい。で、続いて、こう、20年以上起きていないよねという前提がまずありますと。まあ、世界経済は、まあ、80年サイクルで起きるというふうな人もね、当然いるんで、まあ、20年起きてないのは別に大したことじゃないでしょうと。まあ、80年サイクルで考えると、今はね、80年サイクルの真っ只中、まあ、ハイパーインフレが起きるでしょうというのはありますけども、まあ、ただですね、今までの言ってたね、ハイパーインフレが起きるこの生産設備の崩壊とか、まあ、インフレ、金融、お金すりすぎな状態では、まあ、あるんですけども、まあ、量的緩和、金融緩和していても、まだね、そこまで、ハイパーなインフレって起きてないですよねと言ったところもね、過去のね、裏付けからあるのかなと思います。で、まあね、ハイパーインフレでよく語られるのは大恐慌ですよね。で、大恐慌の後には戦争が起きるというようなところがまあね、ありますけども、まあこのあたりはですね、なかなか予想しづらい。まあ本当に人を殺し合うという戦争はね、もう起きないと思うんですけども、まあ今回みたいな、ね、このウイルス戦争ですね、ウイルスをばらまく。まあ、こういうのもね、正直なかなか厳しいですよね。まあ今回のその、今年の11月のトランプの大統領選ですね、まあそこの選挙のためにトランプ派閥、ではないですね。まあ、違うチーム、B チームが、まあ、A チームをトランプするとすると、B チームのね、まあ、ヒラリー陣営なんて言われてますけども、そのあたりが仕掛けたなんてね、そういった、まあ、陰謀論が、まあ、ありますけども、まあ、そういったウイルス戦争、国内に起きるウイルス戦争、そして、よくね、米中対外的に語られますけども、まず国内でね、起きるね、こういった紛争ですね。まあ、そのあたりが、こういったね、ハイパーインフレを引き起こすなんていうようなね、陰謀論もまあありますけども、まあ、このあたりも若干、ちょっとね、怪しい。まあ、いきなり論述する上で、もういきなり飛躍しすぎて、ちょっとよくわからなくなってきているので、まあ、一旦はね、これはね、まあ、無視でいいかなと思いますと。で、まあね、ここぐらいまでが、まあ、一旦そのね、直近でそんないきなりハイパーインフレが起きることはないと、起きにくいという理由が、まあ、並べられてるかなと思うんですけども、まあ、とはいえ、まあ、いきなりね、起きる、例えばクラッシュですね、そもそも今のね、資本主義社会、まあ、この後とか永遠に続かないとか、債権と、まあ、負債、債務と負債がこうマージしてゼロクリアされちゃうとか、まあ、そういったことがね、突如いきなり起きるというようなこと以外はですね、まあ、なかなかもう難しいのかなと、このハイパーインフレを語る上では、まあ、内容が飛躍しすぎて難しいのかなというところではね、あったりします。まあ、ハイパーインフレが例えば起きたとしてもね、大増税、さっきの、財産税とかも絡みますけども、お金を吸っていても結局ね、国民が増税で、まあ、循環を抑えるといったような仕組みがね、政府が何かしら行ったり、まあ、当然今回昨年もね 10% 増税あってそれをねリセットすることはほぼないですよね、おそらくね、まあ、ただないけどまた増税があるかもしれないし、何かしらのね、財産税という形でまた国民からお金をね搾取する政府が出てくるかもしれないですし、まあ、このあたりのうまい循環がですね、このハイパーインフレが起きないというようなねところに、まあ、今回繋がっていくのかなと思います。はい。なんでまあ1兆円が1兆円になるとかですね、まあ、こういった過剰な話はねちょっと一旦無視していいのかなというところはあります。じゃあちょっと我々どうすんのっていうところは、まあ、あるんですけども、まあ、これはね急激には起きないというところであるんですが、まあ、ただねこの2024年の新紙幣の切り替わりのタイミングで何かしら
事件がね、事件が起きる可能性もあるので、まあ、そのリスクに対してはね、何かしらできる範囲で、一般人的に、あっちゃん、私あっちゃん、一般人的にできる範囲で、まあ、やろうかなというところではありますと。で、例えばですけども、まあ、クラッシュ、されても困ってしまうので、このゼロクリアされても困ってしまうので、まあ、資産を分散するとかね、そのあたりで、ちょっとね、攻めていきたいなと思いますと。まあ、その対象としては、まあ、暗号資産のビットコインだったりね、あとは金ですね。はい。このあたり、まあ、金って皆さんね、買ったことあります？私は何回かあるんですけども、今度ね、金動画でも撮ろうかなと思うんですけども、まあ、そのあたりね、分散していくしか、まあ、ないかなと思いますと。で、結果的にはね、こういったね、クラッシュが起きてしまっても、まあ、自分自身、価値のある存在でいれば、まあ、いずれね、生き残れるというようなね、考え方のもと、ちょっとね、価値高め、向上プロジェクトをね、日々、個人的には立ち上げていっているところではございますという内容です。はい。なんで、今日はですね、ちょっとね、なかなか、経済話、難しい、経済学者でもないので、難しいんですけども、まあ、こういったね、情報を少しでもね、入れて、自分で調べていくというのはね、自分の価値向上になるとは思うので、良いんじゃないでしょうかというところで、ちょっと Vlog 的な感じで、私の自己学習という関連、という感じで、まあ、動画撮りましたんで、はい、ご了承いただければと思います。ということで、まあ、ハイパーインフレは絶対起きないということで、動画止めました。まずね、このハイパーインフレ論にご意見のある方はぜひですね、コメントいただけると非常に嬉しいです。即レスポンスで返したいと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録お願いします。私の動画アップの励みになりますので、お願いできれば幸いです。そして、ビットコインですね、また100万円タッチしましたね。今ね、レバレッジ取引所のバイビット登録できますので、概要欄からね、登録してもらえればと思います。皆さんでビットコイン増やしていきましょう。ということで、ありがとうございました。あっちゃんでした。